最後の晩餐は16世紀ドイツの画家ルーカス・クラナッハと息子ルーカス・クラナッハが制作した最後の晩餐におけるイエスと12人たちを描いた祭壇画で不死共作ないし不死いずれかによる同主代の作品は多数ある。ルターによる公共の場における大きな宗教外の反対がさほど強調されなくなっていくとルーカス・クラナッハは息子 ルーカスクラナッハの手も借り、工房で他の様々な主題とともに最後の晩餐を描いた多数の祭壇画を制作し始めた。そうした作品における描写では、キリストには伝統的なハロが描かれるものの、首都たちは当時の主だった宗教改革の指導者たちの姿で描かれ、ハロはついていない。しかし、こうした作風の作品は珍しいものであり。 プロテスタント絵画はその後ほどなくして伝統的な描写へと回帰していった。ビッテンベルク主教会、祭壇の前景マルティンルターの本拠地だったビッテンベルクの主教会の祭壇画には中央のパネルに伝統的な形で描かれた最後の晩餐が描かれているが画面の右下で注がれたワインを受け取ろうとしている。死とはルターの姿を映したものであり、ワインを救治する人物は 不死いずれかのクラナッハである。この祭壇画が設置された1547年の時点では、ルターはすでに死去していた。別のパネルでは、福音主義神学者フィリップ・メランヒトンや、この教会の主任牧師であったヨハネス・ブーゲンハーゲンが、聖書の場面ではないところで書き込まれている。パネルに描かれた他の人物たちも、おそらくは、 町の有力者たちの姿を映したものと思われるが、今日では人物の同貞は不可能である。これとは別のデッサウの聖ヨハンニス教会にあるルーカス・クラナッハの手になる改革者たちの祭壇がと称される1565年の最後の晩餐は、イスカリオテのユダ以外の使徒たちが、プロテスタントの聖職者や貴族たちの姿を映して描かれており、 ルーカス・クラナフ派自身も、救治役として、画面の右下に書き込まれている。画面の左下に描かれた膝まじいて祈る人物は、ザクセン先帝公アウグストである。ありがとうございます。